さんこんにちは。今日は岡山県倉敷市の水島エリアにある亀島へ。この亀島には戦時中に地下工場があった亀島山があり、現在でも工場としての痕跡が残ってます。今回は特別に地下工場跡に潜入していきます。この今いる亀島山、実はこの山の中に軍需工場があったということで、今日は特別に中に入らせていただこうかなと思います。はい、というわけでちょっと簡単ですけどご紹介できたらと思います。太平洋戦争末期、米軍の空襲を避けるため亀島山の地下に三菱重工業水島航空機製作所の疎開工場が作られました。これなんです。こちらが亀島山地下工場入り口になってます。おThank you.
これから山の上にね登ろうかなと思うんですけど、この今道の下に、この軍需工場があったということです。で、これ目の前に見えるのが高橋川です。で、その左に工場の一部で、目の前にこれ目の前が津良島ですね。レンコン畑あります。その先に越えて、高橋川があって、で、その先に、山がね見えるんですけども、ちっちゃい山かな。あそこに、あそこがね落とし間っていうんですけども、日本軍のね砲台があった場所です。以前も、何度か行ったことあるんですけども、あそこの砲台から、まあ、あそこの砲台がこの辺のエリアを守っていたという感じです。はい、いうわけで亀島山の山頂に到着いたしました。まあ、これ見る限りもうほとんどね、もうこのずっと向こうまでね工場がありますね。70年以上前のこの、大戦中もね、おそらくこんな感じで、立派な工場がねたくさんあったと思います。まあ、その中で疎開工場というこの亀島山の地下工場を今日は見学させてもらったんですけれども、今回のこの亀島山の地下工場、まあ、その当時の、まあ、面影、まあ、何が起きていたとか何があったんだということを、まあ、理解少なからずできたかなと思います。非常に貴重な体験でございました。まあ、これ普通に一般の、ね、方にも公開とかね入れるようになったらいいなと思うんですけど、やはりねいろいろと安全面とか、まあ、市の方との話し合いがねなかなか難しいということで、現状に至るということなんですけども、今日本当に関係の方、いろいろお世話になったかなと思います。また、ね、こういう、ね、機会があったらぜひ参加しようかなと思います。というわけで今日はありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。